お、嬉しい、みんな来てくれてるじゃん。え、なんか金だる、なんだ。ともさん金だる、カラさん金だる、やばい、なんか始まりそうな予感。カンさんハートありがとう。フォーユーさん金だる、ありがとう。明日から学校です、頑張れ。フォーユーさん服、おい、ありがとう。ん、金だる、なんだ、金だるは何なんだ。やっほー、みんな昼配信です。お集まりいただきありがとうございます。まだすっぴんでボサボサですが、ご了承ください。え、エビ様金だる、ゆかちゃん金だる、ドット3点、なべなべ所長金だる、さんぱちさん金だる、イーさんココア、エックスカゼさん、おー金だる、やっほー、やっぽー、ザクさんレインボースターありがとう。妖怪ウォッチのせい、妖怪ウォッチなん。ピースさん金だるありがとう。こっちか、そそそさんパタパタありがとう。すごいね、気になるね。ぼやっきーさん金だるありがとう。やっほー、みんな、なべさん金だるありがとう。やっほー、お、やってないかなって開いたらちょうど始まってびっくり、すごい、始めてみました。アイルサーディンさん金だるありがとう。こっちか、そうそうそうさん金だる、ザバくん金だる、モスコルさんホットチョコ、ハーくん金だる、成田のしんち服、みんなありがとう。ちょっとひっくり返って、ひっくり返ってる。おへそさん結婚して、義乳特選隊、バンピさんだるま、うん、ほいらじの抱負お便り送ってくれてありがとう。おっとっとさんハート、ナイスミドルさんハートありがとう。私さ今さ途中の洗濯、もう脱水もされた干さないといけない洗濯物たちがあるんだけどさ、どうしたらいいと思う。干す？でも今から干しに行くってなったら急に離席。朝原さん金だる、おっとさんナイスミドルさんハート、エビフライさんだるま、さくらみおんさん金だる、みーさん服ありがとう。ね、干そうよ干していいよ、本当に干してもいい。クラミアンさん準備期間はできてる、何それ、干しに行かないと。マリュ金だるありがとう。もう3全部干す、離席するしかないやん。マリュ金だるありがとう。じゃあちょっと干してこようと思う。で干したらまた新しく第2弾を回し始める。本当に洗濯物がさえぐいほど溜まってんだ。ありがとう、干してくれ。そっちの星？そうね。嬉しい。
絡してくる。そう、じゃあ行ってこよ。またね。柔軟剤のいい香りがするよ。顔出し、うう、ちょっとただいま、まだ終わってないの。やっほー、待って、めっちゃ面白いコメント。今日も可愛いでございます。まだ顔見てませんがめっちゃ面白いわただいま、今なんだろう、タオルとか干した。安心して干してきていいよ。いや、やっぱ前科がありますから。みんなありがとう、そんな安心してとか言ってくれるなんて、さすがです。あ、雨降らないんだ、よかったね、よかった。柔軟剤何使ってるの？ね、お花の香りとか。待って、成田のセンチからさん、1個キラキラだるま、ありがとう。
ファイユさんハート、オットトさんハート、ウッポさんミラボー、フリマロおバカさんハート、オットトさんハート、ファイユさんだるま、一個キラキラだるま、ゴーさん花束、ファイユさんハート、フリマロおバカさんハート、勇者さん花束にバラ、トンちゃんパパキラキラだるまゴーさん花束、カラさんキラキラだるま、長吉さんパタパタ、ポさんミラボー、やばいありがとう、山猫坊主さん寸止め招き猫、いやかわいい、ありがとう。ゾンビバタさんハート、え招き猫かわいい、マリュ金だる、一個かわいい、玉ねぎおじさんハート、マシャさん金だる、ウッポさんミラボー、ブンちゃん成田の真治、トモさんジャックさんハート、あずささん千万両、サンソンさんハート、ウッポさんミラボー、サンソンさん金だる、大福さんパタパタ、テンクニちゃんハート、おへそさん結婚して、ヨウくん金だる、クニちゃんハート、サンソンさんハート、大福さん金だる、ハチさん金だる、ケビンさんハートありがとう。でも私の匂いは内緒、教えないふふさんパタパタ、ポメさん金だる、ありがとう。じゃあちょっともう一段目に行ってくるわ。えへへ、サンソンさんハートありがとう。えへへえへへ、うん、だって私の匂いは内緒。そう、リアルお話し会とかで私の匂いをして特定してみて頑張って特定してみて。
ただいま。一旦全部干せた。ただいま。ただいま。フォーユーさん、ハートありがとう。きなこさん、服。やまちゃん、ハート。コンコン、音符。フォーユーさん、ハート。関州さん、ハート。トリガーさん、ハート。みんな離席中に応援してくれてありがとね。フリマロバカさん、ハート。関州さん、ハート。おさんずさむさん、ハート。トリガーさん、ハート。サンソンさん、ハート。フォーユーさん、だるま。おさんずさむさん、だるま。サンソンさん、キンダル。ウッポさん、ミラボー、ありがとう。さすがすぎて。タカケイさん、かわいい招き猫。タカケイさん、福笑い、ありがとう。シャンシャンってなるやつ。タカケイさん、福もありがとう。トモさん、キンダル。フリマロバカさん、ハート。コンコン、ハート。ヒナとトラさん、キンダル。幕があったら加減受ける、わからんよ、もしかしたらあれふわって香るかもしれん。おさぬさむさん、ハート。カラさん、キンダル。ヨナモトンさん、キンダル。リアルお話し会で匂いを嗅ぐやつ、ジョクジョク主張する。おさぬさむさん、ハート。ファーユーさん、ハート。おさぬさむさん、ありがとう。はやすさん、キンダル。フリマロバカさん、ハート。ヤッシーさん、ハート。ウッポさん、ミラーボール、ありがとう。 DJ さん、花束。フリマロバカさん、ハート。成田のしんち、ハート。カエルさん、キンダル。サンソンさん、ハート。ポムさん、キンダル。フフさん、パタパタ。ケビン、ハート。ハチさん、キンダル、ありがとう。あ、読めたっぽい。みんなありがとう。マルヒノさん、ありがとう。キンダル、お楽しみ。お話し会ね、再販中なので、みんなまだまだ待ってるよ、私のところ。ぜひ第2弾行ってもいいかしら。ハンガーは足りると思う。だけど干すところが足りないから、ちょっとベランダから取ってこないと、干すやつ。ピンクカメオさん、だるまにハートに、ありがとう。ピンクカメオさん、ハート。ポムさん、服、ありがとう。このあと何する？お、3分55秒。さすがタイムキープしてくれてありがとう。中ですさん、くま、ありがとう。リコちゃんはこのあとは、カンカン、服、ありがとう。2月10日ニートの日、よろしくね。そして、え、行くべき、ありがとう。離席支援とかおもろすぎるでしょ。今からちょっとだけやって、その後はメイクする。でも今日はめちゃめちゃ時間に余裕があるつもり。コウトキさん、花束、ありがとう。ちなみに多分私が離席中に毎日アイドル何日目かに到達したと思う。15分経過で、ありがとうございます。いつも私の配信見てくれてありがとう。コウトキさん、千万両、ありがとう。そう、つもり、時間があるつもりですから。ピンクカメオさん、パタパタ、ありがとう。でもやっぱほんといっぱい寝ることって大事だと思った。したよ、ありがとう。わー、ほら、ありがとね。経過時間とか教えてくれて、開始時間も。風さん、キンダル。サイバーボブさん、お手紙ありがとう。やばい、コンコン、離席支援ミラボーです。いけーじゃあ行ってくるね。ん、お散歩、やったやった。お散歩行ってらっしゃい。またプリちゃん結婚して、じゃあね結婚してって言われて、じゃあねって言うの怖っ。あざといなんて言わないで。よし、頑張るよ。
ってきた。これで約5日分の洗濯物が片付いたぜ。イエーイ。じゃあメイクしていこう。イエーイ。やったー、パチパチすごいパチパチ、ありがとうありがとうみんな、そういうさんパチパチありがとう、モビさんハートありがとう、フリマルおバカさんハート、サンソンさんハート、やばいよね5日分ね。サンソンさんハート、フリマル、わたまる、わたまるさん音符、ひなととらさんハート、コンコンハート、カラスさん金だる、何ターン目だ、2ターン目、ウッポさんミラボール、うれちいよ、ちびわたさんハート、フォーユさんありがとう、ホットチョコちゃん、ジェイさんリコチーロペンライト、じゃあねー笑っちゃう、山猫坊主さんレインボースター、フォーユさんハート、そら豆さんハート、フリマルおバカさんハート、ウッポさんミラボー、コンコン音符、みんなありがとう、離席中も、ね、馬一筋さん金だる、アーさんも金だる、ジェイさん金だる、モビさんハート、フォーユさんパチパチ、フリマルおバカさんサンソンさんありがとう、 YK さんだるまありがとう。そう今日はね恋ラジだから、恋ラジで元気100倍アンパンマンするよ。けどそれに向けたメイクをしていくよ。ないで、うん、わかんないや。まあ最近家出してたから溜まるのも仕方ない。そうだよね、ありがとう肯定してくれて、私の言いたいことを代弁してくれた。今更なんすがヤーポーって何ですか。ヤーポーはね、元気が出る魔法の言葉よ。ヤーポーって。テイカーさんハートありがとう。じゃあ今日は、やばい、こっち本当に駅がない。小顔ダンスありがとう。恋ラジって誰と、恋ラジの子にマイカーメンバー、恋ラジマイカーメンバー、元気出るでしょ。ヒロさんテン、小顔炭酸ハート、小顔炭酸気になる、テイカーさんハートありがとう、コンコンかわいいありがとう、かわいい、白くなった、これでメイク完了。嘘めっちゃ可愛い、ありがとう、可愛い、好ききよ、可愛い、嬉しい、戻ってきて部屋間違えたのかと思った、いける
バックするの。フレアルオーカさんハートありがとう。スケキオネキ、このパックは朝用って書いてる。昼でもいいかな。1分オールインワンマスク、4種のビタミン C、 浸透ラメラ液、これも洗顔の一つになるっぽい、拭き取りによる。あとはスキンケアと保湿下地にもなってくれる。昼休憩お疲れ様。朝だと思った時が朝ね。寝起きならいいのね。そう、何分待つの？1分でできるんだって。福ちゃんち金だるありがとう。オークションしないよ。小顔タン、ハートありがとう。イプノスリル、じゃあこれからメイクをしていく。ね、すっきりすっきりする。魚三姉妹ノーネームさん、誰もありがとう。肌綺麗になりたい。うわあ2時、まだ全然時間あるから、もし時間がしっかり残ったらちょっとだけお部屋の片付けをして家を出る。ふうやさんハートありがとう。何時で、まあ3時半とかに終わったら余裕。3時40とか余裕。アッキーさんキルダルありがとう。キルダルなんかキルビルみたい。プルルンプルルンになりたい。お薬大事。肌の調子よくなるといいね。あ、そういえばアメちゃんがある。りょうさん結婚して、ふうやさんハートありがとう。いつも余裕でね、頑張りたいの。福ちゃんち福ありがとう。ふうやさんハートありがとう。うん、昼休みお疲れ様。
糸引き納豆の日。全然ここのニキビが治ってくれない。大人ニキビだから長引くみたい。長引くみん、長ピクミン。ほんとすっきりした。睡眠デトックスで。コージさんハートありがとう。やっぱりいっぱい寝ると睡眠デトックスしてくれる。トントン、大きに。いや、分からん。高尾さん、服ありがとう。渡丸さん、音符ありがとう。これさ、なんて歌だっけ。ちびあたさん、音符ありがとう。なんて歌だっけ。いつになっても忘れないよ、みたいな。たん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 。みれどみどみどさささえらぞらぞファファミレ。あ、思い出してごらん。あんなことこんなことあったでしょう。あ、思い出のアルバム？もう全然それすら思い出せない。しっくりかあーとかならん。思い出がいっぱい。全然わかんない。平成天狗さん、金だるありがとう。ひるくどうです。やっぱいっぱい寝たら調子はいい。みんな寝れるだけいっぱい寝よう。オンライン話し会楽しみ。あーと3日後。わーお。まずはミコギツネと
辰年のチャイナだから。嬉しい、会える、お話できる、飛べペガサス？あ、もう全然違った。飛べペガサスって言った。ペガサスよー、ペガサスよー、光の中を飛べー。ちょっと目の周りが茶色すぎて殴られた人みたいになってるんだけど、私が朝配信でもう目の周りがなんか真っ黒とか、ちょっとなんか心配になるようなあれだったら、あ、リコチ今 DV 受けてる、うん、そういう相手がいるっていうよりも、相手がいることに悲しむよりも DV 受けてるいや、ちょっとごめんなさい、全然面白くないこと言ってる。ペガサスよー、ペガサスよー、ちびわたさん音符ありがとう。想像したらちょっと面白くて、ちょっと楽しくなった。見止めか、やったー、うさはなも喜ぶ。あずささん金だるありがとう。うん、通報してあげて。ちびわた音符ありがとう。ふうやさん、ハートありがとう。やっぱティッシュがある生活はいいな。今更気づいたんか。眉毛ってどうやって整えてる？何もしてない。ちょっと自分が心配になるぐらい今何にもできてないけど、普段は脱色してるよ。今はちょっと脱色するのがめんどくさくって、何にも追う、何できてないけど。うん、チクノシ、よかったね、改善したんだ、よかった。
ね、昔はなかった。あ、でも確かにブーンってしたりするよ。うん、眉毛脱色する。マサさん、金だるありがとう。わかる。眉毛も伸びるし、身長伸びてほしいな。やっぱりスタイルいい人に憧れるわ。眉間狭い。おお、そうなのか。狭い。ああ、私って本当人間として生きてて何も価値を見出せてない気がする。急にネガティブ。だから私は森のクマさんになる。うちスタイルも良き。スタイル良きは、なんか身長160センチ台のメンバーってすごいスタイル良くない？サラピーとかアーナ、あの吉田の川俣はみんな160センチ台なんですよ。ピャちゃんとか、リカさん、うん、STU1 よね多分。リカさんって2期の中でもそうだし、あ、違う、マイハさんもいるか。 STU 1期生さん、マイハさんはガチ強いね。ソラハさんも背高いな、憧れるな。しかも私156なんですけど、153とかめっちゃちっちゃいし、めっちゃちっちゃくて可愛い。で156なんですけど、153と3センチしか変わらんじゃん。けど158と159もしっかり高く見えるんよ、比べてみたらね。なんでこんな変わるんっていつも思ってる。そう、今日も可愛い、ありがとう。ちょうどいいかな。ほんと？そうなんよ、余計さ、あーいいなーって。クマはペラ、マイハさん顔ちっちゃい、マジスタイルいい。パリコレ出てほしい、ガチで出られると思う。宇宙に行ったら5、6センチ伸びるの？じゃあさ、161センチも夢じゃないってこと？宇宙から帰ってきたらどうなるんやろ。うえーって縮むんかな。リ
オツンとかもスタイルいいよね。いや、ノアピもスタイルいいよね。 2.6 ちゃんはちっちゃい子と大きい子がいて可愛い。極端。そうね、なんか小学校中学校の頃はなんか背が高い子はなんかちょっとスクールカースト上位って感じのイメージだったっていうね、イメージ。はい、成田のしんちありがとう。ハート、私存在感ある。マイキューさんとかもさ、スタイルいいね、ほんと。あかりちゃんさんも。確かに3期生ちゃんも背が高いイメージあるね。急に乃木坂さんの話に戻るけどさ、乃木坂さんとかさ、乃木坂5期生さんはさ、の井上凪さんとかさ背が小さく見えるけどさ、あ、背がさ高く見えるじゃん。ちょっと鼻、ちょっと喋り方がぐちゃぐちゃですいません。でもさ、実際さ、ちっちゃいのめっちゃ可愛い。いさおち、りこち今日はノンアラ、よく寝れたかな。寝れた、お疲れと、可愛い、ありがとう。いさおち、ありがとう。服ね、頭蓋骨さえもそれな。ちょっと伊佐落ち、キンダルありがとう。タマさんハートありがとう。福ちゃんちありがとう。招きにゃんこ、招き猫のさマグカップ買っちゃったんだよね、この前。美足に見えますか。はぁ、あ、はぁ、あ、さあやん、私の方が背が高いよ。嘘、私の顔に釣られた。マジかわいい。マジ井上凪さんの身長ね、意外とね、私も調べちゃったもん、この前。ともさん、金だるありがとう。一旦休憩。確かに私童顔か。確かにね、童顔高身長。確かにね、
たら富里奈央さんとかさ、ガチ童顔の可愛いベビーフェイスなのにさ、すごい身長高くてスタイル良くてさ、素敵よ。磯落ち服ありがとう。磯落ちファイトもありがとう。夜リコチ何時くらいになるだろうね。20時とかかな。20時、21時とかかな。うん、唇に色がないから。色を灯してあげよう。ゆるりこち見れる、よかった。あら、ほんと早く目頑張れ。何時に始められるか分かんない。逆に22時とかにもなっちゃうかもしれないし、ね、自然の色。久々ファイトありがとう。いやー、ノンアラ嬉しかったよね。なんか昨日は本当になんか配信が終わった後もガチお風呂入る記録もなくてさ、なんかってなって、でも頑張ってお風呂入って、でお風呂入ったら逆にさ、お風呂上がる記録もなくてさ、って頑張って上がって、そしたら次髪の毛乾かす記録もなくて、ってなったけど頑張って髪の毛乾かして、そしたら次寝る気力もなくてさ、ってなったけど寝た。どういうこと。サクさん金だるありがとう。んそう、そんなイメージを持ってもらえて嬉しいよ。あるある、これあるあるだよね。ミニモニもいける、ほんとミニモニなれる。いやね、こういうのあるあるだよね。全部世話してあげたい。もうお願いします。ひげじいしんちゃん先生ありがとう。え、ガチお願いします。世話してお世話して本当に。そこもお世話する。この年で2杯ですか。つやつやすぎたかな。 なんでそこ担当するの、みんな下心。ほんと いや、つやつやすぎ。10代に見えたい。
いやらしい目で見ないで。風呂沸かす担当。ほら、さすが。てかさ、今日さ、立選ももかちゃんがさ、21時にさ、なんか発表するんだって。もう工藤理子おばさんはさ、もうさ、なんか やだやめないでとかなってるんだけど、私知らないよ何発表してくれるのか。ハッピーニュースであれ、ハッピーニュースで。福ちゃんちかわいい、ありがとう。知らんかった。でもさ、その後のショールーム配信さ、お、もしその後にショールーム配信するんだったらさ、コメントがそういうのでさ溢れそうだからさ、マジガチ。やめないでだね。いや、ほんと写真集かソロコン、ソロツアー決まったとか、雑誌の専属モデルになるとか、事務所所属しますとか、そんなんであれ、ハッピーニュースであれ、マイナス 1.03 金だるありがとう。結婚、ももちゃん結婚するのね。アニメ、確かにアニメで、そうそう、そういうのでもいいなと思う。 ST 以外の事務所になるとどうなるの？お仕事系が増えるとかかな。私もその事務所のあれは分からんな、何があれなんか知らないけど、ちょっとハッペツヤツヤにしてみた。え、昨日のメールそんな届かなかったの？何事？ん、なんか今日のリップ可愛くてルンルンしてきた。やばい、洗濯物干さなきゃ。しかも今2時半か、あと30分しかない。間違えた、1時間半、1時間しかない。ちょっとなんかオーバーすぎるかもね。トモさん、ありがとう。
そうなんや。可愛すぎる。ご満悦。嬉しい。あ、トモさん金だるありがとう。寿司職人にね。他のメール届く。不具合かな。コンコン、かわいい、ありがとう。かわいい、めっちゃかわいい、嬉しい、ありがとう。コンコン結婚して、え、なんだ。コンコンありがとうね。サンソンさんハートありがとう。今日もいい感じ、よかった。しっかり寝たからかな。じゃあちょっと今からお洗濯物干してきてもいい？ちょっとだけだから。ちょっとだけだからウケる。ほんと？血色、血色良くなったら嬉しいね。じゃあちょっと行ってくるから待ってて。うわー、伸びーる伸びーる。
せた。大よしよし案件、うれちい、えらちい、洗濯物干せてえらい、ありがとう。これでもう黒のこの溜まった洗濯物をで。邪魔されない生活になれる。ヨシさん、ハートありがとう。タイムファイヤーさん、ありがとう。キンダル、ケンちゃん、ハートありがとう。ファイヤーさん、ダルマありがとう。福ちゃんち、キンダルありがとう。ヤスくん、キンダルありがとう。チビワタさん、音符ありがとう。トモワタさん、フォーユーさん、トモワタさんって誰？トモさん、フォーユーさん、成田の新地、ひなとトラさん、ハートありがとう。いたか、いたっつった、大丈夫、優しい、ボンって洗濯物と衝撃、壁と衝撃事故を起こしてしまった。うっぽさん、ミラボーありがとう。ひなとトラさん、ハート。キハさん、キンダルありがとう。鈴木一郎さん、キンダルありがとう。福ちゃんちもキンダルありがとう。ヤスくん、福ありがとう。フォイさん、ダルマ。フリマロバカさん、ハート。シルバーズチュチュビさん、お手紙。ヤスくん、キンダルたくさんありがとう。福ちゃんちキンダルありがとう。こちかそそそさん、キンダルありがとう。ヤスくん、レインボースター。フォイさん、ハート。渡丸さん、ハート。フォイさん、ダルマ。フォイさん、ハート。シバさん、キンダル。ウッポさん、ミラーボールありがとう。チビワタさん、音符。コンコン、ミラーボールありがとう。ナリトの真珠、ハートありがとう。やった、ワードさん、バラ。タイムファイヤーさん、キンダル。ツーデスさんもキンダルありがとう。よし、じゃあアイロンしていこうかな。キンダルありがとう。ネックレスが可愛いのよ。そうなの。ちょっと後でメールとかで写真送ろうかな。可愛いよね、一目惚れして。でもその時は買わなくて、でもまた会った、買った。可愛いって言ってくれてありがとう。二度目の出会いでやっぱり可愛い、買う。ケンちゃんありがとう。いいね、サカツ。うわー、なんか整いだね。整いよつ。
ける。一人で健やかにこうしてるやん。それな、白ニットから。それよそれよ。熱っ。休憩タイムだったもんね。早く行ってらっしゃい。そんな風に言ってもらえるなんて、そんな風に言えるあなたが天才です。サボってる？すごいよ。嬉しい。そんな可愛いと嬉しい。うん。ほら頑張れ。お役目みんな頑張れ。そんな可愛いって言ってもらえるなんて、私幸せ者だ。ありがとえ、広島マジ？薄い雨降るん？マジか。もうちょっとじゃん、16時って。唐揚げでかかった。でっかかったよ。ジューシーすぎた唐揚げ。なんかさ、衣でさ、ごまかしてる感じがないから揚げ。ガチ、衣も美味しいし、お肉もジューシーって感じ。
ケンちゃんハートありがとう。そう、肉肉しかった。やばい、お水がこぼれるところだった。セーフ、今日はいいことありそう。ね、セーフだ。喉かわいい、嬉しい。越えてゆく駆動。りょうたくん、服ありがとう。ニックさん、ハートありがとう。おきさんは卒業しませんよ。私の許可が下りてないから急に怖い発言。どうなんだろう。
そう、 STU の卒業は私が許可しないとダメ。影のプロデューサー。ヘイ、そう、あ、ポニーテールしてもいいな。急に どう？タートルネックだしいいかな。へい、履いてますよ。佐藤直介さん、かわいい、嬉しい、かわいいですか。ハーフアップでもいいかも。これそう、の時髪の毛絡まらない。え、割とね、絡まないよ。じゃあちょっと髪の毛結ぶ。かわいい、好き。あ、まだ惚れてねえのか。後出し。
りをつけるのってこんなに難しかったっけ。ついた。遅れてしまったんだ。君との約束に遅れたわけじゃなく、バスケの練習に遅れてしまったんだ。さんパチパチありがとう。3時半までいける。 R さんだるま、ヤスくん金だる、やったー。フォーユーさんハート、ウッポさんミラボありがとう。青春のラップタイム、サミラボ、ワタプリちゃん音符、 R さん金だる、みんなありがとう。タイムファイヤーさん金だる、ヤスくん金だる、イデさんハート、フォーユーさんだるま、ヤスくんミラボたくさんありがとう。キハさん、フォーユーさんハートありがとう。ヤスくん、山猫坊主さんミラボありがとう。ピースさん、ヤスくん、キハさんハート、ライさん服、あ、ここら辺読んだっけ、ヤスくん読んでないか、ありがとう。キンダル、フォーユーさん、タイムファイヤーさん、ヤスくん、みんなキンダルありがとう。ノブローさん、ワードさん、サンソンさんハートありがとう。大好きワトプリちゃんハート、カラさんキンダル、あ、ほんと？みんないっぱい来てくれてありがとう。スマモさん、チビワタさん、フォーユーさん、ワタマルさん、へへありがとう。できた、ありがとう。のぶーさんハート、けんちゃんハートありがとう。うっと、じゃあ R さん誰もありがとう。カバン作り職人になろうかな今から。どっこさん天触覚も良きですか。やった。今日は荷物多めにしたいのでリュックで行きます。リュック参戦。カバン職人、勇気ハート、キョンさんパタパタありがとう。うん、まあ、このリュックですかね。ありがとう。ありがとうとは、つんちゃん服ありがとう。
ちょっとまぶたの上にキラキラを追加。ひなとトラさん、かわいい、ありがとう。くしゃみ出た。ふうさん、ハートありがとう。豪快にしてみたよ、いつもより。気持ちでかめに。パフォーマンス系、ひなとトラさん、かわいい、ありがとうね。いしさん、あれもありがとう。パフォーマンス系くしゃみにしてみた。ちょっと人様に見せるためのくしゃみ。だからちょっと気持ちいい。ダイナミックに、大げさにしてみて。あっ、すーさん、ハートありがとう。そう、くしゃみはね、大きければ大きいほどいいのよ。知らんかったそうくに遅れたわけじゃなく、バスケの練習にが、いい匂いよ。モーユーザーさん、10ありがとう。ヘじゃなかった、バターがヘだったから。あ、そういえばさ、みんなにさ相談したいことがあってね。どうしよう、ちょっと価格が。生誕ティーのさ、あれが来たよ。もうゆうさん、ありがとう。線かな、やっぱ線だよね。線か、己の責務を全うしますか、離席中か、悩んでるの。着て恥ずかしいデザインにしようかな。着て恥ずかしいデザインはやめて。リコチオタクだろ。リコチオタクなら、リコチオタクだろってやばいね。リコチオタクならできるだろう。あ、恩返しもいいかもね。まあ着るけどね。リコチオタクならどんなデザインでも着るだろう。ふうさん、ハートありがとう。あえて同じ。そうする。チコがチコイは街中を歩くためのあれだろう。やっぱね、書にしたいね。やっぱ
ょっとお部屋の片付けもしよう。大事だからさ、でも結構さ、チコがチコイはさ、メンバーにもなんかちょっといじってもらえて嬉しかったよ。なんか例えば私の生誕の日にね、なんかメンバーがどっか行ったらチコがチコイティが溢れてたみたいなチコがチコイが溢れてたよみたいな、メンバーにね言ってもらってさ、とか美味しいやん、チコがチコイが溢れてたよとか。やっぱねキャッチーなのがいいよね。ハロね、詰めるものを連れてきたよ。イエイ離席してるからちょっと慌てて顔出し。離席にする？いやでも離席はふざけとるそんなことない？やっぱなんか素敵な言葉がいいよね。そのなんか私らのスローガン的なさ。タイムファイヤーさん、サイバーボブさん、トリガーさん、おととさん、フォーユーさん、だるま、歌丸さん、音符、そっか22歳になるんだ、勇者さん、バラ、タイムファイヤーさん、だるま、ウッポさん、ミラボー、ありがとう、タイムファイヤーさん、ルキさん、勇者さん、花束、背中に離席中とかは
上下左右、後ろと表どっちもいいな。やすくんミラー、間違えた、キンダル。のりとのしんち、ハート。ひろさんキンダル、ふうさんハート、ありがとう。確かにつぶちゃんもいいな。朝原さんありがとう。触覚かわいい、嬉しい、ありがとう。今日誕生日なのよ。コナンさんお誕生日おめでとう。誕生日おめでとう。悩むな。確かに ショールーム要素を強くしたらさ、怒る人も出てくるからさ、大声で言っちゃう。それをてこちゃん、やっぱりショールームが大事なんだ。そりゃそうでしょ、ショールームが大事に決まってんだろう。喧嘩が勃発するんだよね。優しいおじが好き、やさおじラブ、やさおじラブにしようかな。じゃあやさおじラブ大好き。好きパプさん、だるまありがとう。カラさん、だるまありがとう。ヤシさん、かわいい、ありがとうね。みんな読めなさすぎて女歌号泣。それはそう、かわいそうだからダメだな。それはねえ、かわいいのもらった。そうプレゼントがさ、ちょっといっぱいいるんだけど、かわいすぎるでしょ。マジで嬉しい、可愛いプレゼントありがとう。朝おじラブを着るおじさん、いいことやん。荷造り完了。重いかな。せーの。あ、まあリュックにしては。
準備完了。あれタブレットのさ、ケースってどこやったっけ。タブレットケースってどこ。あだ、あ、待って、まだ準備完了じゃなかった。私まだね、3時40分までは配信できるから、ちょっと完了じゃなかった。準備完了だ。よしよしよし、オッケー、イエーイ。慌てず急げガチ間違いない。鉄急ぐわ。フォーユーさんありがとう。鈴木一郎さん金だるありがとう。どこ行くん。ラジオだよん。へへ、ラジオに行ってくるね。みんな恋ラジオ頼り、まだまだ待ってるよ。今年の抱負です。楓さんのハートありがとう。3時半になる。確かに重くてこけへん。あ、こけへんこけへん。よし、毎日ハートありがとう。カウジさんハートありがとう。ヤッシーさんハートありがとう。恋ラジよろしくね。じゃあ不安だからさ、やっぱりラジ楽しみです。よろしくね。ウケる。その際あれもいいかも、配信1日3時間いいやん。そういう私 T シャツめっちゃ好き。うんうん。ナイスミドルさん、ロッピーさん、プリンさんありがとうじゃあいい感じなので行こうかなと思います。行ってくるね。みんな多分忘れ物してないよね。大丈夫だろうと。はーくんありがとう。行ってきます。じゃあ今日もみんな健やかに頑張りましょうね。なんかさ、この机のさ、どっか行っちゃったんだよね。まあいいか。
健やかにね、気をつけていってきます。39位から読み上げます。パプスキパプさん、鈴木一郎さん、アッキーさん、なべなべ所長、ズーデスさん、マイナス 1.0 さん、はやすさん、おやっきーさん、けんちゃん、くにちゃん、アールさん、サイバーボブさん、大好きわたぷりちゃん、朝原さん、あずささん、ほうちどひき納豆の日、マシャさん、ようくん、おっとっとさん、さとしさん、やっしーさん、はーくん、ほむさん、るきさん、おやすさん、わかんない、せんきさんかな、今さら、おやすさん、まりゅ、こちかそそそさん、からさん、なりとのしんじ、りこちのおかげで仕事がはかどります、よかったです、ひなととらさん、ふぉゆさん、さんさんさん、タイムファイヤーさん、そして本日の秋元先生枠は伊佐内先生です。りこち、これからお役目、天気不安定だけどファイヨー、ありがとう、行ってきます。りこちコンコン、最近かわいすましましじゃん、りこち、いける一個ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はやすくんでした。やすくん、私の配信を見てくれてありがとう。第2位は山猫坊主さんでした。山猫坊主さんも私の配信を見てくれてありがとう。そして第1位はうっぽさんでした。離席支援してくれて誠にありがとうございました。私の配信見てくれてありがとう。そしてここまで見てくださった皆さん、本当にありがとうございます。メロンパンさん、ハートありがとう。おかげで洗濯物も健やかに干せたし、全部できましたよ、ね、準備もできたし、カバンも作れて、めちゃ天才さん、ありがとう。ハートもありがとう。すごく健やかに過ごせてます、ありがとう。ハンカチ持ってない、ティッシュは持った。じゃあ今日も健やかにいきましょう。それではいきますよ、せーの、えいえい、おーやすちー、間違えた間違えた、えい、おー健やかに、ちょっと頭おかしかった。第2弾も干せてたんだっけ、干せたよ、しっかり干せました。じゃあ健やかに、またね、間違えちゃった、じゃあね、健やかに、大役目でした。またねー。